作家や沖縄好きの沖縄好きによる沖縄好きのための居酒屋風ラジオ発信この番組はもっと沖縄が好きになる居酒屋自慢や水道一筋50年ライフラインを守ります耐震工業洋服のオーダーメイドとリメイクミントジュレップの提供でお送りします。はい、えいえい。さて今夜は国際通り屋台村島跡当てで飲んでいるっていの茶番劇の始まり始まり。さて今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。スタートです。ざわ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 、どうした今日。ざわ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 、あいこ国際通り屋台村へようこそ。いらっしゃいませ。いや今日暑いですね。すごいざわざわしてますね。ざわざわがうるさくて何も聞こえなくなっちゃうよね。いやね、本当暑いね。暑いね、本当だね。どうしたみんな、落ち着いて。落ち着こう。ちょっとね、さっきあの走ってきたんですよ。あ、ちょっと行きはーはーしてですね。それがざわ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 に。急にイエイイエイとか。そう。意味わかんない。瞑想ですよね。瞑想。ザ瞑想です。本当びっくりしちゃった。あれ？今日はちょっと騒がしい誠司さんが。誠司さんって誰だっけ？これどう広げるんですか。ちょっといないからね。今日はちょっとたまにはいいじゃん、鬼の犬間に心の選択しましょうよ。そうですね。じゃあね、今日暑かったからさ、ビールで乾杯したいんだけど、今日ね実はあのミスチーちゃん飲みに来る予定なんだけど、ちょっと遅れてんだよね。あ、本当ですか。そうそう。あ、じゃあ今から来るかな。今から来るかな。乾杯に間に合うかな。そうですね。うん、そうですねって何。ちょっと見えてる。なんかちょっと見えてる。ちょっと見えてる。とりあえずじゃあ乾杯しますよ。はい。いいですか。イエイエイエイ。はい、それでは沖縄の夏に乾杯。乾杯。乾杯。普通に飲めば。普通に飲めば。どうした。普通に飲めば。ちむどんどんした。これはどうしたらいいの。これ先もう分かんない。分かんないそこまで打ち合わせしなかったって、そうだね、何だろう打ち合わせ。ごめんなさいね、本当にね、今日はやばいぞ。いやでも今日はちょっとすっかり夏って感じで、本当にこの湿度の高さはさ、沖縄っぽいよね。知ってる石垣島、ニュース見た。なんすか。すごい雨が降って、道路が冠水しちゃって、で私のお友達がね、某リキという名前のお友達が、ダイビングで石垣に行ってて、今日帰る日だったの。で朝写真を見せてもらっ送ってきたんだけど、バスに乗って空港に行くんだけれども、道路が冠水しちゃってるから、そのバスの中にも水が入ってきて、ちょっとしたニュースでしょ。ねえ、那覇は降ってないよね。全然降ってないですよね、朝からね。あ、ミスチーさん。ミスさん。イエイイエイイエイ。はい。あの。マイクがない。マイクってなんだ。そう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 。マイクってなんだ。ここ島跡当てだけど、マイクってなんだ。ちょっと歌おうかなと思ってたんですよね。あんたね。そうかそうか。なんかわけわからなくなってますね、もうみんな。そうだね。誰だこんな手を作ったやつ。あ、でもあれだよね、台風1号が発生したんだよ。え、台風1号、どこにどこに。フィリピン沖。あらま、まあ、日本にはあんまり影響ないみたいなんだけど、やっぱりゴールデンウィークとかちょっとって声が聞こえた、ごめんどうした。ごめん大丈夫。はい、ゴールデンウィークあたりはとっても暑くなるらしくて、でも毎年そうだよね。まあゴールデンウィーク暑いぐらいがちょうどいいんじゃないですか、カラッとしててね、雨さえ降らなければね。そうですね。そうな、そこなんですよね。毎年でもゴールデンウィークは雨のイメージがありますけどね。そうそう、なんか5月3日からほら5日ハーリーがあるじゃない。那覇ハーリーがあるけれども、ミスチーちゃん飲んでる？いただいてます。ミスチー侵入しました。侵入？侵入しました。侵入しました。しゃ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 。いただきまーす。すいません。乾杯。乾杯。乾杯。いや、そうそう。で、ハーリーがあるんだけれども、ハーリーの中で一日雨が降るとか言わない？なるほどね。言いますね。言うよね。でもさ、何年か前ハーリー出たよね。あ、出ましたね。私見に行ったもん。ああ、出ましたね。びしょ濡れになりましたね。そうだよね。雨？あ、いや、それは、それは海、波なんだけど。海ってなんだよ。波とか海とかわからない。
まあでも本当ハーリーの季節だなということで、うん、今年は出ないの？出ないですね。出ないんだ。まああれは会社で出てたんですけど、うんうん、もうあれを機に会社で出るのは今のところちょっと一回 お休みになりました。誰が何かしたんですか？いや、してはないんだけど。でもね、ハーリーの他にもお笑いステージとか、うん、音楽のライブとか、うん、そうですね、相撲大会にもあんと出るんだっけ？そうなんですよ ね、 今回はね、ちょっと、腰踏んでちょっと頑張ろうかなっていう。腰踏んでじゃなくて、腰踏むの？腰踏んで誰の腰踏むのねえ、誰の腰踏むの？こいつと一緒にやりたくない。びっくり、本当に腰踏んで、あ、なるほど。ちょっと酔いが回ったかな。ちょっと酔いが回った。あれでも、ね、あんとか飲んでるの、あ、ノンアルコールだからね。無理だよね、はい、相変わらず。はいって、はいって言っちゃった。はい、ミスちゃんどうよ、ゴールデンウィークは、はい、お店やります。お店やります、はい、やります。普通にうちのお母さんが遊び来るんで。そうだよね、お母さんと二人でやるんですけども。 お母さん意外と人気なんですよ。そうか、お客さんに。あ、そうなの。うん、うちのお母さん ものすごいぶりっ子で、ものすごいぶりっ子で男性に人気なんですよ。そうなんだ。楽しそうですね。シマートアテにも行く行く、昼間、うん、飲みに行きます。みんなで集合して飲もう。ちょっと楽しみ。あ、いいですね、いいですね。集合して飲もうよ。 OK です。どうせね、うん、こう言うじゃない。でもあんと来ないから。え、ひどい。違う、行きますよ。アント様ってそういう人なの？アント様って。違う、違う、違う、違う。そうなんだ。ミスター、ミスターアント様。ミスターアント様。マジか。今ミスター近所の次に有名だから。いや、なるほど、なるほど。道理で見たことあると思いました。え、なんとかボール歌ってましたよね。なんとかボールの主題歌。なんだろう。なんとかボール。ドラゴンボール。なんとかボール主題歌を歌ってくれたかなと思って、ね、今日酔っ払い多いですね。今日酔っ払いが多い。ほんと、いや、しかしこのね、うん、オリオンのサザンスターのサマーエディション、うん、超うまいんだよね。はい、美味しいです、とっても飲みやすくて。いや、君が飲んでるのはクリアフリーだから。うん、君が車で来るからさ、毎回。そうなんですよね、なかなかね。そう、まあ、でもあれですよ、気持ちは本当にもうガンガン入ってますよ。何のじゃあちょっと見せて、態度で見せて。見せて見せて、うん、すごいベロ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 だなっていうね。手入れ伝わりづらい。俺いつもこいつと飲みに来てるんですよね。そう、もうね、3年目。どこにどこにどこに、シマートアテに。そうなんだ。毎週おとね、シマートアテに毎週水曜日に飲みに来てくる。水曜日この時間に飲みに来てる。そうなの。そうそうそう、まだつかみどころないそう。そうそう、まだちょっとつかみどころない。なるほどなるほど。私じゃあ今日初めましてですよね。あー、そえそう、だい、そうですね。シマートアテで一緒に飲むのがね。そうです、そうです、はい、この時間帯にシマートアテで一緒に。このメンバーはなかなかないですよね。うん、本当に。いやでもね、今日の夜、はい、なんと、何ですか、ここ屋台村のこのシマートアテの前のステージで、うん、ここでここで泡盛のイベントがあります、うん、なんか今準備してますね。すごいイベントがあります。マジですか。大発表があるそうです。ほう、発表、うん、なんかね、言えないんだけど、うん、お私だから水着持ってこいって言われたのかな。あ、そう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 、うん、とうとうグラビアデビュー。誰か多分、多分ね、グラビアというよりも、うん、ラウンドガールだと思う。わかりました。そうか、じゃあさ、うん、また乾杯しようか。はい、ね、そうですね。じゃあ皆さん、夏に向かって乾杯。乾杯。乾杯。同じとこまで開けてもらって、はい、はい、それでは2、1も2、1、あ、全部。それでは今日はね、この音楽が流れてる間、はい、まあ、ユーストリームとかでは
音楽は聴けないんですけれども、はい、まあ、ラジオで聴いてくださってる方のみのね、すごいですね、こんな機能があったなんて、うん、そうです、はい、そうなんですよ。でもラジオを聴いてる方は音楽聞こえる、音楽聞こえてて、ね、この配信のみの人たちに、配信のみの方々には、うん、このウライザラジ、うん、通称ウライザー、ウライザー変身中、ウライザー変身します。今まではね、ね、ね、なんとかシーさん、ロシーさん、なんとかシー、ごめんごめん、ロシーさん、ウライザーってそのイケメン声でちょっと変身風に言ってみて、ウライザー。いやいまいちだな、却下、すごい却下。いやでもね、今まではこれ無音だったんですよね、うん、無音だったけれども、うん、今回からはウライザーということで、ちょっと雑談をね、そうそうそう、してみようかなと思って、実は今日ね、うん、ちょっとアクシデントがあって、のっけからちょっとバタバタしてそうなんです、カメラが映らないっていう、びっくりしましたね、このカメラがね、うん、そう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 、4人映らないということで、あとアントさんの最初のざわざわが、うん、しかもなんかこいつ何言ってんだっていう、しかこれ触れなかったから触れなかったから、うん、本当はざわざわが鳴るはずだけども、はい、これしかもさ、清田、あ、ロッシーから始まるのに、そうそうそう、急にさイエーイとか言っちゃったよね。オンにしたんだけど始まらないから、オンにしたよっていうね、はい、オンにしたよまあこんな感じでね、面白い、ドタバタな感じで、そうです、そうですね、で今流れている曲が、うん、この松田聖子の赤いスイートピーなんですけれども、うん、これ奇妙麗太郎さんっていう方の赤いスイートピーで、奇妙麗太郎って読むんですね、そうなんです、とても、私どもイザラジの、音楽担当している DJ ノブセレクトの、ノブセレクト、これさ、前から気になったんだけど、 DJ ノブセレクトのノブって誰ですか？私の旦那さんです。あ、言っちゃうんですね。まあ、ウライザーですよね。ウライザー、ウライザー、ウライザー、ウライザーだから、なるほど、なるほど、聞いてますか？いつも気になってて、ウライザーさん、ウライザーさんじゃない、ウライザーさんじゃない、ウライザーさんじゃない、今日からノブちゃんのことはウライザーさん、ウライザーさん、ウライザーでしか発生しないノブちゃん、発生、もう飲んじゃう、もう、いやでもこのウライザーいいかもね、うんうん、ぜひ使ってください、ね、ありがとうございます、いいえ、とんでもない、このミスチーちゃん大先輩なので ね教えてもらって、いやいやいや、曲が初めてできるっていう、まあ、うん、アントが次回以降できるか、うん、そうです、でもね、すぐ覚えた、あ、まあ、わかりました、わかりました、ありがとうございます、ぜひ思い出せるかなってだからね、今日いい、今日もやらなくていい、面倒くさいからやらなくていいですか、明日、来週はまた口パクになってます、幻の回ってやつだよね、今回上げたつもりでみんな喋ってるんだけど、そう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 、全然オフんだったもんね、そう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 、びっくりしちゃう、もうでも実際イザラジって、うん、な、某 FM 局で2年間やってきたんですけれども、うんうん、このなんだろう、オフの時がね、ほい、打ち合わせとか、うん、本番よりも打ち合わせとかの時の方が、ね、とても盛り上がっているそうなんですよ、ことでそれ出せたらいいですよね、まあまあ、今回こうやって出せるから、じゃあそろそろ行きますよ、はい、そうですか、はい、じゃあ行きます、アント大先生の学縁人生相談、仕事、恋愛、遺産相続、世の中のさまざまな悩みをアント大先生が解決、悩みを相談しても明確な答えが返ってこないなんてことありませんか？そこで我らがアント大先生が悩める子羊たちに向けてありがたいお言葉を伝えていただく、しかも長ったらしいアドバイスではなく、額縁に飾るべき単語を教えてくれるというコーナーです。はい、やってきました、はい、額縁人生相談ですね。あの先生、今日はどうですか？今日ですか？今日ちょっといろいろテンパっていますけど、はい、行きましょう本日の悩める子羊は、待ってくれないんだな初めてのメールですね。お、北海道の姉ちゃんさん、北海道の姉ちゃんさん、ありがとうございます、メール、はい、アント先生こんにちは、こんにちは、私の悩みを聞いてください。はい、私は顔を洗うとき、うん、いつも左手の小指が鼻の穴に入ってしまいます。入る？え、小指が入るの？こうやって入んの？ちょっと黙ってください勢いよく洗うときに限って鼻の穴に入るのでとっても痛いですどうすればいいでしょうか？ほうこれ難しいですね、これ。私も、はい、私も毎回小指が鼻の穴に入ってしまう。入るの？夢を見ます入らないよね、本当に
急に音楽切るんだね。プッで普通はもう少しこう、ね、スローにこう切るんですけどね。そうだよね。ブチって切っちゃった。ガタブチだけ。どういうことどういうこと。ごめんごめんごめん。本当ごめん。本当ごめん。本当すいません。ブチだからね。ブチっと。あごめん。えこれ本当なんですかね。ねえ、でも女性のあの私としてはこれ今4人中女性私しかいないんですけど。これこれ。まあ、あおっさんか私ね。そしたら私もそのさ、そうだよ。たまに入るよね。入る。うん、はい。たまに入ります。女性、女性あるある？うん、だってどうせお前ら顔洗ってねえだろ。まあ払ってない。払ってないかい。女性は結構ほら、綺麗に泡立ててこうやって一生懸命洗うときに入るときあるよね。あります。すっごく痛い。とってもわかる。すごく痛いね。すごく痛い。しかも石鹸ついてるからね。そう。中まで入っちゃうわけ。そうそう。するって。ああ、それは痛い。そうだから。でも誰にも当たれないじゃん。なるほど。だからよね。わかりました。そんな女性特有の悩みを、はい、アントワーズ君が、はい、しっかり。じゃあちょっとこの解決方法をちょっと回答させていただきたいと思います。はい、アント先生よろしくお願いします。よー破産宣告。なんで？意味がわからない。本当に意味がわからなかった。シェー！破産宣告。だってさ、破産宣告痛くないっすか？うん、めっちゃ痛いですよね、うんうん、だから多分顔顔あごめん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 おっさんになってるよおっさんにあべあべあべちゃんと考えて喋らないと本当にこのコーナーの存続のマジであでもねいやいや違う、うん、だってさ例えばローンとかも破産宣告したら組めないんですよ、うん、多分鼻に指が入るとかももう気にならないと思いますなるほどとはならないかならないかそっちかでも私面白いと思いましたけど優しい ありがとうございます優しい優しい人がいますね、はい、めっちゃ面白いと思います優しい人がいますねよかったこれまたちょっと変な話なんですけど、はい、最初僕に上がってきた答えの内容は洗濯バサミだったんです、うん、それはどういうことかな痛さを分散させるっていう あとそれバラすのもどういうことどういうこといきなり破産宣言だっていろんなところをつまんでさ、うんハサミでハサミでハサミでおおその方がなるほどって感はあったんですけどね、うん、どうしたどうしたアントっていうそのあのその破産宣告の右側に映ってるミミズを貼ったようなのはこれ何アント何それこれアントのサインですよだと思ったんだけどさだと思ったんだけどやっぱりかやっぱりかなんで入れちゃったのねこれ北海道の姉ちゃんさんにはこの色紙送させていただきますので、はい、送りますので嬉しい、はいまあ、いらないときはねはい、メールいただければ、ね、そうですね、すぐ貼ってさせて途中で止めますんで、はい、私的にはもうアント先生の言葉には反対です反対なんだね、はい、皆さんのお悩みアント先生にぜひ相談してくださいねよろしくお願いしますおばあちゃん家で親戚や知らない人泣いてる子、飲んでるおじさん、なんか心地いいさね。そんな場所があるよ。内緒だけどね。沖縄がもっと好きになる居酒屋自慢や。いざらじはい、それでは、いやいやいや、もうなんだかんだでここまで来ましたがいや、ほんと今日はね、4回目の放送ということで、はい、もうすでにせいじさんが辞められて次にね、次にマジかあのミスチーちゃんがね、次に、はい、スタッフになった、あの、ね、メンバーになったということで、ありがとうございますはい、そうそう、ちょっとせいじさんが今日お休み で、ね、本日ゲストに来ていただきました、はい、はい、ありがとうございます、我々の大先輩で、いいこの FM 那覇で毎週月曜日から金曜日の11時からオンエア中の、うん、ミスチーテターヤガのパーソナリティ、メインパーソナリティ、はい、まあまあ一人なんですけどね、まあまあ一人ですね、メインパーソナリティを務めている、はい、ミスチーさんこと、本名言っていいの長谷川、うんうんうん、長谷川みずちゃん、はい、が本日のゲストです。はい、ありがとうございます、毎週月曜日から金曜日まで午前11時から12時1時間生放送で毎日やってますので、ミスチーテタイヤがよかったら聞いてください。さすがですね、声が通りますね。ほんと、あ、忘れてました、今日も明日も25歳よろしくお願いします嘘つき、嘘つき
ボタン押したでしょ、嘘つきボタン。いやもうね、ミスチーちゃんといえば、うん、はい、何でしょう、セルフィッシュ。セルフィッシュですか。もうセルフィッシュミスズと申します、はい、今日はちょっとね、うん、ライアーミスズとも言うね、25歳。今日も明日も25歳、はい、ね、いろいろあるよね。いろいろあります。どういうこと、セルフィッシュってどういう意味ですかね。なんかさ、英文科卒業じゃなかったっけ。だからびっくりした。あのあるだよね、わがまま、自分わがまま、あ、わがまま。あ、この前もね、セルフィッシュって言ったら、うん、あのセルフィー、あの自分で撮るやつとか言ってたよね。うん、そこじゃない、うん、あ、なるほど、そこじゃない、わがまま、うん、あ、いいっすね、うん、わがままキャラってでもいいですよね。いや、キャラじゃないです、ね、あ、キャラじゃないです、ね、うん、私自分で思ったことないです何、通りな、通りなの、通りなの、通り、何それ。これはやばい、触れたらやけどするぞ。アントは天然なの、うん、だけど天然の人に君天然だよねって言っても、うん、分かってないから違うっていう、うん、それと一緒で、うん、ミスチーちゃん、うん、わがままだよねって言ったら何のことって言うから分かりづらいの、自分のことって。大丈夫だから私大丈夫だから私、ケコちゃんにミスズ、セルフィッシュミスズって言われるまで自分がわがままだと思ったこともない。でしょ、うん、でしょじゃない。わかんないもんなの、大丈夫だから、受け止めるから、うん、うん、大丈夫。でもじゃあそれでいいや。ありがとうございますね、はい、今日お手伝いいただいてありがとうございます。いや、とんでもないです、もうお呼びいただいて嬉しい限りです。ちょっとね、心強いね。本当ですか、心強い、いよ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 、手取り足取りアントがね、そうなんですよ、はい、本当にありがとうございます。いや、とんでもないです、ありがとうございます。楽しみにしてるので、よかった、はい、大丈夫ですよ。そんなミスチーちゃん、はい、アニメが好きでね。そうなんですよ、本当に以前ね、うん、私とアントはミスチーちゃんの番組に出させていただいて、はいはいはい、聞きました、聞きました、 2月です、うん、遊びに来てくれましたもんね、そうそうそう、 なんとかしなんとかしさん、あのロッシーです。ロッシーさん、ごめんなさい、なんとかしっていう方が難しい。もういい加減覚えようか。え、な、何しってロッシーです。ロッシーさん、はい、いやでもあの時もだから 少年漫画系の北斗の拳を話したんですけど、全然いけますもんね。いや、北斗の拳たまたま好きだったので、うん、このゲストに来てくれたので、アントさんとケコチンが、はいはい、で、アントさんの好きな漫画なんですかって、北斗の拳って言ったから、うん、私も北斗の拳大好きだったんで、いやー、なかなか女性で北斗の拳の話できないですからね。うん、で、結局北斗七星は、あの、何でしたっけ、原哲、うん、原哲司さんでした、哲夫さんでした、原哲夫さん、原哲夫さんの生まれはやっぱり宇宙だったっていうことね、はい、あの北斗の拳の星があるっていう、覚えてますか。え、巨トンすぎる。終了終了、ごめんなさい、キングオブ巨トンだろ。なんだよその顔、キングオブ巨トンすぎるだろ。なんだったっけ、はい、なんだったっけじゃないよ、本当にも、うん、もう終了でいいよ、終了でいいよ、終了でいいよ、諦めちゃった、うん、私もこの席変えたいよ。次は変わってるかもね、次変わってるかもしれない、今もう暑い、横にいるだけで暑い。それわかる、私いつもそこにいるから。そうだよね、だからいつも離れてるわけ。そうそうそう、暑いの、熱気が伝わってくる。今日ね、あのいろいろとあってね、ま、あのカメラをね、2個で使ってるからね、いつもは 3つなのに。そうですよね、そうそうそ う, そ う, そ う, そう、なのでアントさんとミスズ、ケコちゃんとなんとかシーが、あれしーが1台1台ずつでね、やってるので。そうそうそう、ちょっと緊張しますね、すぐ見たらすぐ横にいるから、ちょっと緊張しますよね、ま、そうですよね。すぐね、油断したらエロいことからなる。気をつけて。すいません、エルト様、エルト様、ケコさん、エルト様、エルト様、俺の隣の安心感って言ってないっすよ。ちょっと待って、それは問題があるぞ。危険を感じる私にも。なんだお前ら、おっさん扱いしたい。ありがとうございます。いやいやいや、ということで、はい、私たち誰と、本当イザラチメンバーってた、うん、ターヤが、うん、あ、まあそうですね、ね、うん、っていうことで、このイザラジをどうやって楽しめるかっていうのをね、今日はあのなんとかシーに、なんとかシー、ね、なんとかシーに、なるほど、なるほど、まあ一応清田よりはいいですけど、そうだね、ずっと本名で呼ばれてましたからね。あ、そう、ロッシーって呼ばれないで、呼ばれないで。はい、毎週水曜日の16時より、うん、生放送でお送りしておりますこの居酒屋風ラジオイザラジですが、うんうん、ラジオで聞いていただくのはもちろん、ラジオなのに映像も見れちゃうという素晴らしいラジオなんです。素晴らしい、毎週水曜日の16時に FM 那覇のホームページを開いていただくと、うん、ドドーンと中央にユーストリームの映像が映し出されて、ほう、私たち4人が確認できると思います。
うん、こんな感じ再生ボタンを押していただくとリアルタイムでイザラジが見て聞け見な見たりなんてなんてなんて聞けちゃうという、うん、もし万が一聞き逃したという方も、うん、FM ラホのホームページから今度はポッドキャストというものをもしくはあの YouTube でお好きな時間に見て聞いていただけますのでよろしくお願いします、うん、あとはですねスポンサーも大募集中でございます。はい、スポンサーになっていただけると御社そのスポンサーになっていただける方の会社のロゴ CM をアントが作成し番組中に流しますという。頑張ります。何、ね、そうなの、はい、知らなかった、はい、本当、はい、じゃあうちのお店よかったらおやってもらおうかな。いくら月いくら100円何安っ50円くらいじゃない安っ払うよもうやらせろよやらせろよやらせろよラジオラジオ、うん、ラジオこれはラジオ夕方4時4時25分を回りました。だってさっきからさ目でさビール1本じゃ足りねえよってそう飲み干しちゃって飲み足りねえよおいねえよ。すげえな。今日実は買うときに500にしようかなと思ったの、うん、あらしなさいよそこ次は500にする、うん、次も来なきゃいけないの来て来て来る来るも来る来るも本当にビンビンで来るよ本当だね今日さちょっともう全然話変わるんだけどさ、うん、すごいあの面白い、情報を見たわけ、うん、これねあの FM 那覇じゃない沖縄タイムスに載ってたんだけど、うん、糸満市にね糸満市であったこと出来事なんだけど、うん、体長約15センチのオオジョロウグモ雲ね、虫の雲15センチの、がね、こっからよまだシジュウカラっていう結構でかい鳥、わかる？わかんない鳥を食べてたと嘘でしょ、すげー信じられる、ジョロウグモって有名だよね、ジョロウグモでしょ、うんうん、ね、何センチって言った？体長15センチもうさ、マイクぐらいじゃない、うん、本当だよね。で、そのオオジョロウグモがシジュウカラを食べていたところを、市民の方が見つけてカメラに収めたということで、生物学が専門のゲッチョ先生、誰だよっていう話だけどゲッチョ先生こと森口充沖縄大学准教授もびっくりしたと、まあ、あの食べるってことは聞いてたんだけど、うん、あの初めて写真に残したっていうので、うん、ちょっと回しましょうね、はい、ちょっと見てみ、私ね世の中であ、ちょっと待って、私世の中で一番嫌いなのは雲なんですよ。あ、そうなの。それでも見て大丈夫かな、私本当にやばいと思う、本当にやばいと思う、どうしよう、閲覧注意って書いてあったよ、ごめん、無理だよ無理だよ、見ない、やばいかも、やばい、大丈夫大丈夫、あとで壁紙として送るからあーじゃねえよいやでもこれぜひね、ちょっとちょっとすごくない？なるほどなるほど。いやでもね、これちょっと気になる方はね、クモスペース鳥を食べるで調べたら、Google 先生出てきます。すごいですね。なるほどなるほど。すごい。なるほど、15センチって全部足も含めてってことよね。ジョロウグモって足がすごく長いもんね。長いからね。切りたい、バシッと。ね、怖い怖い。だけど、これが糸満市の話だわけ。すごくない？これしかもあれですね、クモの巣でこうちゃんと釣って食べてるんですね。ちょっと見せて見せて、もう一回見せて。ほらほら。どこどこ？完全に釣ってるよね。あ、本当だ、見えない。見えない。見える、ごめん、私目悪いみたい。どうしよう。嘘、見えない。すごいよね。すごい。待って、これ15センチの話だよね。うん、ちなみに鳥はなんていう鳥って言ってた？シジュウカラ。え、どうしたどうした今。何どうした？いや違う、無言になったらなんて話すんだろうなびっくりした、これラジオショーだから話しましょう。そうですね。いやでもね、そういうことで、まあ興味のある方は、うん、沖縄の糸満市にはそういうことがあるよということで、すごいでしょ、ないでしょ、ないでしょ、ということです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃないよ、なんだっけ、ウライザー、ウライザーウラジオ行こうぜ、ウラジオ、ウラジオだっけ、もうすでに ね、うん、ね、あの2回目のウライザーが、うん、あ、ウライザーか、うん、ウラジオってもう名前変えちゃったからウライザー、いやいや
びっくりしましたね。でも私ウラジオ、あ、ウライザー初ウラジオ、あ、初なんでなんでなんでどうした？初ウライザーに参加できて嬉しいです。ありがとうございます。そうですね、初ですもんね。初ウライザー。ありがとうございます。先にですからね。本当ですよね。怒られちゃう、うん。どうせ聞かないだろうですし、せいさん。どうせ聞かないと思う。うん、はい。まあこのね、わざわざ聞かないでしょ。そうだね。あの人は。うん、この曲はサウンドサウサウなんだ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 。サラウンドの夜のラインという。うん、サラウンド？うん、サラウンドってのはえ何？あんたさんのお友達ですか？違いますね。この曲がとってもいい曲なんで。うん、ええー。これでちょっとうちらサラウンドっていうひらがなの表記なんですよね。そう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 、バンドなんですか？バンドなんです。結構ちんの。うん、もう全然もう全国の。ジャンコクじゃなくて全国の。ね。結構ちんが好きなバンドなの？うん、そうです。DJ ノブが好きな。あ、DJ ノブ。あ、DJ ノブが好きね。がセレクトして。かっこ旦那。かっこ旦那。でもこれで。私たちバンド組もうてね。そうそうそう。ああ、この前聞いたやつだ。うん、そう、バンド組んで。え、本当？はいはいはい、やりましょうということで。うん、今誰が歌うの？せいさん。あんた様じゃないんだ。あ、うん、ケコチンやればいいのに。この間うちの店にケコチン来てくれて、うん、あの歌を歌ってくれた。悲しいね。悲しいエットツバメをね。そうそう、エットツバメ。演歌どういうか。一緒にちょっとね、あの行かれた方が。そう、うん、年配の方で、うん、演歌が聴きたいってことで、うん、どうしようと思った、うん、で私ベビーメタル歌いました。あーベビーメタル歌ってないわ。すごかった、本当に良かった。歌わなくて。いやこのいいね、聞いていただいてる方どうでしょうか。このこれね、あのね、さっき言おうと思ったんですけども、うざらじだった。うざらじいいんじゃん、うざらじいいんじゃん、うざらじ。うらじよ。うらいざ、うらいざ、うざらじいいんじゃないですか、うざらじ。でもさ、うざらじだったらさ、なんかうざそうじゃない。ね、うらが一切入ってないから、うざらじだと。そうだよね。で、なんだっけ、結局うらいざ、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 うらいざ。あのさっきね、ロッシーが喋ってる最中に、あのツイキャスからミッキキミッキキさんが良い声って言ってますよ。おー、うん、嬉しい。来たね。ありがとうございます。ミッキキさん、ありがとうございます。嬉しいね。ミツキキかな、ミツキキ、キが1個増えた。ミツキキ、どこに書いてる、これこれミツキキ。あー、ほんとだ。ちょうどロッシーが喋ってる最中。ほんとだ。うん。いや嬉しいね。嬉しいですね。ね、本当にね。本当ね、声だけしかいいところがないからね。ツイキャスはさ、ロッシーだよ。腹立つな。ツイキャスはほら、画像が流れないからね。よかった。あそういうことか。そういうことか。なるほどなるほど。あちゃって普通おでこつかない、後ろの後頭部叩かないよ。どこのいつの80年代のアイドルだよ。あの、ね、結構ちゃん、うん、どうした？ビールが。ビールがない。今持ってないからさ。ちょっと買ってこようね。20秒、あと20秒です。はい、じゃあ引き続き聞いてください。はい、はい、これしげちゃんの ロッシーのもっと教えてのコーナー。イエ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 イ。これ本当は今日誠司さんの青森万歳のコーナーが、うん、新しいコーナー、うん、始まる予定だったんですけれども、うん、急遽そのちょっと来れないということで私が勝手に作ったコーナーでございます。うん、このコーナーは、うん、ロッシーが少しだけ調べたことを本職の詳しい人に聞いてみようというコーナーです。はい、で今日はボイストレーニングスクール無双庵のアント先生にボイトレについて聞いてみたいと思います。マジっすか。あ、ナイス。やばいっすね。学淵先生のさ、お名挽回しなきゃ。そうですね、そうですね。よかったですよ。優しい人がいる。何宣告でした？え、何宣告でした？何なんですか。挟んだろうがよ。おい、自分で言ったんだろ。ちょっと今出っ張ってますね。いつもだ。でもちょっと聞きたいのが、はい、そのボイトレをしたいって人がいるじゃないですか。うん、どこで披露するのっていう。あ、歌を磨いてどこで披露する。あー、そういうことね。だってねえ、そこ聞いちゃうの。いやいやいや、その本当にそれさ、うん、ボイトレに来てる人に失礼だって。歌手を目指したるから、うん、ボイトレに行くのか、うんっていう感じしか僕は思わないですので、まあいろんな人がいますけど、うん、やっぱりその今バンドのボーカルやっててもっと歌うまくなりたいとか、はい、あとそのなんだろう、普段よくカラオケに行くのでそのカラオケでもっと歌ううまく歌いたいとか、あ、はいはいはい、っていう方もいらっしゃるし、あとは、うん、別に歌とかじゃなくて、うん、声を大きく話すようになりたいとか、そういった方もいますね。そうなんだ。うん、どんな人が、やっぱりその
バンドでやってる人とかっていうのはもともと上手かったりするんですか。まあ大体上手いですけどね。まあでもバンドって爆音じゃないですか、うん、だからそれに負けないようにバーって声をすごく張って、うん、歌ってる方が多くて、うん、それだと喉を非常に使って、うん、だから喉がライブで持たないとか、うん、そういう悩みの方とかもいるんですけど、それがボイトレで治るんですか。治ります。なんだろう、僕ももともとその、ずっと独学でやってたんですけど、うんうん、ずっと喉でやってたんですよ。喉で歌ってたんだけど、うん、そうするとやっぱり喉がもうこうやって今声ガラガラですけど、何、うん、今何ガラガラなの。いや全然普通でしたけど。全然普通だからね。違う、普通にね気を抜いて喋るとあこんな感じになってしまうんですけど。そんなの聞いたことないけど。そう、俺もない。いつも爽快だよね。気は張ってるんですけどね。うん、まあまあとりあえずそのだからお腹で歌うようになると、あの本当に声が枯れなくなり、うん、まあ3時間とか全然歌えると思います。僕ちょっと調べたことがあって、はいはい、僕もカラオケ好きなんで、うん、だからそのボイトレという風に調べるんじゃなくて、なんかこういうの出し方とかで、うん、はいはいはい、インターネットで今調べられるじゃないですか、うん、これ独学でやるのと例えばそういうちゃんとしたスクールに入るのと違いってあるんですか。はいはいはい、まあ、今は確かにあの YouTube とかでいろんなあのトレーナーの方がいっぱいいろんなのやってるんですけど、でも本当にボイトレって何が正しいってまだまだ解明できてないことがいっぱいあって、うん、このボイトレの先生たちもみんな試行錯誤しながらやってるんですよ。だからまあ実際これが正しいよっていう一つの答えはないので、うん、まあ、自分でその情報を見ながら自分で選択ができればいいけども、うん、もし可能だったら実際に先生に会って、うん、自分の声を聞かせて、うん、自分に何が一番合ってるのかっていうのを相談した方がいいと思います、うん、へー、うん、それできる無双案ではできますよ。さすが。そこで笑っちゃっていいの。いやちょっと照れ隠して笑っちゃった。でアンドさん歌うまいですよね。いやいやいや、イタラジメンバーとかでシャクレツキだ。アゲレイアゲレイケケケケケケ。この前も笑いすぎて、もう本当この前ね一緒に飲んだんだよね。シャクレツの太陽。今日でもあれだよ、ウィッシーちゃんの番組で灼熱ついでかかってくる。本当ですか。はい、あれ結構かけますね。聞いてないの。聞いてないの。聞いてます聞いてます。いやー面白いもん。歌が上手くて得したことってどんなことがあります。得したこと、それ聞きたくないですか。今マスオさんあるだろう。いやー得したこと、いやいやいや、まあ単純に僕もバンドやってるんで、うん、やっぱりバンドのメンバーから、うん、歌下手くそだから何とかしてくれよっていうのはもうずっと昔はあったわけですよ。嘘。はい、もうだからもうそれがちょっと嫌で、うん、本当にボイトレ通い始めて。あ、アンチさんももともと通ってたんですか。ずっと独学だったんですけど、それで僕裏声を失ってしまってですね、喉で歌ったもんだから、それでこれじゃもうダメだということで通ったら、もう一気に上がってレベルが、でそれでバンドのメンバーが、お、うまくなったねって言われたのは嬉しかったんですよね。それはでもいいですね。嬉しかった。そう、あとは MC だけだね。そうですね。わあ、本当ライブで話せない。そう、あ、ライブでね。ライブで MC が話せない。今かと思ったの。と思った、うん、okay. ライブで話せない。なるほど。そこら辺もね、はい、フォローできるような無双案だったらいいですね。ライブの MC もフォローできるよ。頑張ります。でもさっきロッシーが質問した、うん、歌がうまいことによって何かいいのありましたかって言った時に、うん、多分今現在このボイトレができてるっていう、この、ね、先生をやってるっていうのが、あ、握手してるか。まずさ、それまず最初に思いついてよ。早く黒糖あげて、黒糖欲しい、すぐちょうだい、誇りちょうだい。あ、投げちゃった。はい、ありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございました。ねえママ、この洋服小さくて着れないね。まだあれも着たいな、これも着たいな、ララララ。オーダーメイドトリメイク、ニットチェック。イザラジ、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 イザラジ。イザラジ。
い、それではメールのコーナーです。はい、今週もありがとうございます。たくさんメールが来てます。 ありがとうございます。はい、じゃあ早速行きましょう。はい、はいはい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。迫るゴールデンウィーク、沖縄に行けなくて布団を濡らす大吉親父ドス。大吉親父、ありがとうございます。これ枕を濡らすんじゃないですか、うん、だからね、布団って言っちゃったらねそれぐらい濡れるんじゃない。なるほど。もう洪水だ。洪水ですね親孝行の誠司さん、帰国子女のケコさん、息子さんのお帰りなさいに涙してるロッシー額縁先生のアントって俺なかったんだね。なかったんだね。皆様元気ですか。元気です。元気です。今日はゴールデンウィーク前で仕事してるので、近くの駐車場で隠れて聞いています。仕事しろ仕事しろさて、課題、思い出の曲というと、ついつい恋愛や卒業が定番になるんだろうけど、うん、イザラジの皆様と出会い、沖縄がさらに好きになった曲が思い出の曲っていうのがこの1曲なんだよ、うん、この曲、このバンドのおかげでほんまにたくさんの友達とつながり、出会い、飲み会して笑い、歌い、語り合えてます。もしかして、もしかして、そのバンドはジャンコックだよ。やったやったよ。アントの歌声、歌唱力に魅せられたつなぐはグッときた。ありがとうございます。初めて聞いたとき泣いたよ。なんか辛いことがあったんだねあと本当かなっていうね、うん、本当かなって毒そして沖縄好きを加速させた曲は灼熱ティーだ。ありがとうございます、ね、本当にありがとうございます。あ、ライブしてほしいな。夏か秋で考えてほしいな。頑張ります。だからどっちかの曲をかけてほしいな、アントっていう。わかりました、はい、おありがとうございます。じゃあ後でちょっとかけさせていただいていいでしょうか。よかった。いや、はい、ダメダメなんですね嘘嘘いいよ。昔の名曲じゃなくてごめんなさい。でもジャンコックはイザラジの皆様と出会えたバンド、そしてアントとつながった。だから今回の課題の思い出にさせていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いいっすね、嬉しいね、うん、嬉しい。じゃあ次はアンさん。はい、いいですか。ありがとうございます。初めてのメール、うん、初めての、ね、じゃあ行きます。お、初めて参加させていただきます。ピーチママと申します。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。思い出の曲といえば、大阪から沖縄に移住してきた時にちょうど流行っていた HY の PM11。 これ PM… いやいやあのAM だね、これ。そうそう、本当は AM11時ですかね。もう15年ぐらい前ですが来た当初は本当にいろいろあって、ホストを好きになって大やけどもしました。やけどしすぎだわそれあらあら。でそのホストがよくカラオケで練習していた曲でもあります。かっこ私の方がうまかったと黒歴史ではあるけど、いつも自分に正直に行動した結果だし、その後の後に、今の旦那さんに出会えたので後悔はしていません。お、素敵。ホストクラブの飲み代はいいけど貸した3万円は返してほしい今必要貸しちゃったんだね、ということで今でもこの曲を聴くと当時頑張ってた自分を思い出してキュンとなります。あ、いいですね。素敵。ありがとうございます。嬉しいな、ピーチママさん。ありがとうございます。嬉しいですね。はい、じゃあ次行きます。はい、はい、こんにちは。こんにちは。江戸っ子しげです。おー、しげさん、ありがとうございます。しげちゃん、ありがとう。ありがとうございます。イザラジの皆さん、ガラス越しで話すのに慣れましたか今日は誰もまだいらっしゃらないですね。ガラスにへばりついて見てる人はいますか私も見に行きたいよっていうテーマ、懐かしの曲はスティービーワンダーのパートタイムラバーです。おー、いい曲。いいですね。初めてハワイに行った時、ホテルの部屋でラジオからよく流れていた曲です。ロゴ入りの T シャツは持ってたのに聞いたことがないというラジオ曲。憧れの KIKI の放送でした。うーん、あー、このそういうラジオ曲があるわけですね。1日に 5,6 回は流れていて、1週間の滞在期間中にはあのメロディーが耳から離れなくなりました。日本では3ヶ月後にこの曲を聴くようになり、全米の一番新しいものが即入ってくるハワイと日本では違うんだなと感じました。まだ1ドルが240円の頃です。 あの頃ね知らないでしょ。しみじみ。ケコちゃん知らないでしょ。知ってる。年だから知ってる。逆に知ってる。知らないのは君たちだ。パートタイムラバーを聞くと、ホテルの広い部屋から見えるダイヤモンドヘッドとワイキキビーチを思い出します。ではでは。いいですね。ハワイ行きたいな。ハワイ行きたいね。行きたい。行ってみたいわ。
いやいや、ありがとうございました。 ありがとうございます。最後にじゃあ次いきます。はい。実はさ、この、メール受け取ったのが4月20日だったのね、うん、で4月20日から私台湾に行ってて、うん、で台湾の地下鉄でこれを読んで、うん、超涙ぐみそうになって、それをうちの旦那さんののぶちゃんにも見せて一緒に泣くっていうね。どんな内容、台湾で、はい、台湾で地下鉄の中で、うん、なるほど。イザラジの皆様、今日はスピリチュアルなメールなので恥ずかしいので匿名希望です。お、4月19日のラジオスタジオで見学させていただきありがとうございました。その夜なかなか寝つけず YouTube を見返しました。ケコさんすごいな、セイジさんかっこいいな、アントさん存在が面白いな、ロッシーさん酔っ払ったとこまた見てみたいななどと考えながら見ていたら、自分の中に降りてきたものがありました。みんなそれぞれ過去はあると思いますが、私も過去にいろいろあって何度か失敗して、それからは自己評価を、ごめんなさい、泣いてるわけじゃないんですよ、うん、違います、シリが発生しましたみんなそれぞれ過去があると思いますが、私も過去にいろいろあって何度か失敗して、それからは自己評価を下方修正して、うん、これからは隠居生活、ひっそり余生を過ごそうと何年もへこんでいました、うん、でもイザラジを生で近くで見ることで相乗効果された4人のエネルギーを取り込んだようで、あの夜初めて人生もう一度やり直したいと思うことができました。4人のエネルギーは私にとっては、それぞれ役割が違っているんですが、長くなるので詳細は割愛します。イザラジはパワースポットかもしれません。自慢屋と屋台村で4人のキャラ別のお守りとか、開運グッズ作ったら売れるかも長くなりましたが、本当の意味でポジティブになれたのが嬉しくてお便りしました。イザラジの皆様のますますのご活躍を楽しみにしています。匿名希望のスピリチュアラーでした、ということで。やばいっすね、ちょっとなんかやばくないこれ。これはすごいわ。嬉しいな、こんなポンとコツたちが集まったらねそのポンコツだからこそパワーはすごそうですけどね。ポンコツパワーが。いやでもありがたい、ありがたい、ありがとうございました。本当にありがとうございます。なんかミッシーちゃん思い出の曲ある？曲ですか？うん、今日のメールテーマなの。今日のメールテーマで思い出の曲ですか、うん、あのちょっと比較的最近になるんですけども、いいですか、この私がラジオを始めて、うん、すごくあのラジオで聴かせてもらっていいなと思った曲があるんですけども、うん、ジャンコックの灼熱太陽すごいね、はい、あ、間違えました、灼熱な太陽しかも灼熱ティーダだから、あら、ごめんなさいね、早く言ってそういうことは、灼熱ティーダ、嬉しすぎて、うん、嬉しすぎて嬉しすぎて笑っちゃったんだ、うん、とってもいいよね、灼熱ティーダ大好き、本当にありがとうございます。私のさ、思い出の曲言っていい？あ、聞きたい、聞きたい。あのさ、昨日実は私たち結婚10周年だったの、うん、おめでとうございます、ありがとうございます、おめでとうございます。そんなのぶちゃんとさ、まだ付き合う前に、うん、初デートでカラオケに行ったの、まだ付き合う前だよ、うん、だそこで、あの、のぶちゃんって私みたいにわーって騒ぐタイプじゃないじゃん、うん、こうおとなしいタイプの、まあおとなしくはないけどそんなにはしゃぐタイプじゃなくて、うん、で、カラオケに行ってそういうイメージの、まあ旦那さんとカラオケに行って歌った曲が、ミスチルの桜井さんと桑田佳祐の奇跡の星ってあるじゃん、うん、2人で歌って、はいはいはい、あれを入れたのね。ほう。で、その時に、まあ、最初桜井さんの部分を一人で歌っててさ、うん、歌うまいねと思って、うん、桑田さんのパートになった時にモノマネしたのよなるほど、なるほど、そして、うん、私がドン引きするってなるほど、なるほど、そんな思い出の曲そんな思い出の曲、ひどい、聴いていただきましょう。それでは奇跡の星ないからないからないから、いいから、いいから、モノマネしなくていいからいつも思ってるんだ。今日はどこ行こう、イルカを見に行こう、何気ないそんな
拭いてその目を閉じる時は僕が先に歩くよ。そしていつもあなたは手を繋いだまま僕に勇気をくれ。長い時間をかけて僕らは二人それぞれの道を大事にしてさ、いつからか思い始めたんだ。この道はきっとどこかで水がポタ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 持ってるよ。こんなことで水道屋さん呼ぶのもな、気が引けるしな。そんな水臭いことは言わないでください。それでもヤンバルの水は減ってます。すぐに修理いたします。水道一筋50年、ライフラインを守ります。耐震工業。それでは今週のセットリストの紹介です。1曲目 DJ ノブセレクトによる奇妙麗太郎の赤いスイートピー、2曲目はサラウンドで夜のライン、3曲目はアントでつなぐでした。ありがとうございます。はい、はい、来週のメールテーマです。はい、来週のメールテーマはあなたの口癖でございます。なるほど。でもね、自分で気づかないこともありますから ね、 あるね。いや、ほとんどじゃないですか。人に言われて初めて気づくと思 う、 そうよね。酒くれでしょ。誰ミスチルちゃんの口癖は酒持ってこい。口癖でないもん、こうやって
口ですら言わない。スタイリッシュ、スタイリッシュ、スタイリッシュ、スタイリッシュ。あとあの額縁人生相談のコーナー。はい、結構終わるの？終わらない、終わらない。満を持して終わるの？残念。いっぱい来てまして、ありがとうございます。そうなんですよ。本当に。来週、今週メールいただいた方は来週。読めなかった人もぜひぜひ。来週じゃない、次回ね。そうですね、次回ぜひ読ませていただきます。読ませていただきます。まあどん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 募集しておりますので、メールアドレスいざラジオアットマーク gmail.com。izaradio@gmail.com までよろしくお願いします。すごいな。この番組はもっと沖縄が好きになる居酒屋自慢屋、水道一筋50年ライフラインを守ります耐震工業、洋服のオーダーメイドとリメイクミントジュレップ、以上3社の提供でお送りいたしました。イエーイ、ミスチンちゃんありがとう。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当にありがとうございました。今度さ、ミスチンってターヤが、とイザラジのコラボで、コラボしましょう。いつかラジオやりましょう。面白いね。タイトル、タイトルどうしますか。はい、アントさん決めて。イザラ、イザラジってターヤが、ミスチンちゃんがなくなるで。あ、いいよ、イザラジ、ミスチ、ミスチジ、ミスチジミスチジってないの。ミスチジってないの。